今回はのび太がダメなのは両親の教育が悪いせいなのではと考えるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。親として愛してるのはわかるけど、教育方針がのび太に適切かと問われると疑問。勉強しろという割に結構な頻度で邪魔するママ。のび太自身も怠ける癖があるから、両親の教育方針とのび太の性格が合わないのはあるだろうね。小学校のテストであんな点数しか取れないのは、教育云々以前に本人が境界知能なんじゃないか。ちゃんと頑張ればそこそこ点は取れる。のび太ママも人の倍頑張って一人前だから頑張れって言ってたしな。結構理不尽な問題が多いんだよあのテスト。30点40点で落ちこぼれの烙印をされたら、現実の読者の中でいたたまれない子が出てくるから。だから創作の世界の勉強ができない子って0点とか極端に点数低いんだよ。だから後年のび太型の主人公は自然と平凡で普通で特徴がないにシフトしていくんだよな。長期化すると結局個性が尖っていくのはまた別の話。両親が悪くないとは言わないけど、のび太ものび太でかなり重篤な怠け癖があるし。子供向けギャグ漫画にマジレスオツ。のび太に合う勉強方法が思いつかねえ。じゃあどういう教育法ならうまくいくかって言われると何も思い浮かばない。放っておいたら永遠に怠け続けてそうだし。好きなことには全力出すから、まずは好きにならせるところからだな。本とか読めないタイプじゃないから普通に伸びる下地はある。秘密道具使って小説をできすぎに読み聞かせしてもらったら、最終的にできすぎが喉ガラガラで途中リタイアしても、その本自分で読みたいから貸してってなった話あったよね。興味さえ持たせればやれるやつ。うまくいけば興味は持ってもらえるんだ。長続きしないけど。ダメなりにちょっとは良くなろうとするのが振り子先生お墨付きの、のび太のいいところ。これ漫画なんすよ。マジレスするとこの親はのび太っていう主人公であり、読者視点の共感者に対してうるさくて怖い損あっていう記号以上に描こうとはされてない。両親が海外に行ってるみたいな設定の作品にも、教育放棄してる、とか言うのでしょうか。第1話の時点ではすごい甘い親だし、初期の時点で夫婦会議かなんかして教育方針変えたとかありそう。厳しくするのに慣れてないから厳しくしすぎてしまってるとか。ドラがいるから、両親の教育方針が厳しくなったという面もあるかもしれない。だとすれば良い親なのかも。せめて段階を踏んで学習漫画とかにすればいいのに、あと年々プレゼントが貧相で投げやりになってる。参考書さえ与えときゃ勝手に勉強するだろって思ってる節がある。そんなタイプじゃないでしょ。やる気出せば集中力はすごいぞ。のび太は一点集中させるんじゃなくて継続維持させる方が良い。ところどころにリトル良さそうな描写が紛るのは F 先生のトレイ部分なのかなと思わなくもない。とか読書の原体験っぽいというか。スネ夫と静香ちゃんは学習塾に通ってるしな。経済事情で塾が無理ならママが教えりゃよいのに。家庭教師雇おうとすることもあるが、のび太が何のかんの言って反対する。せめて頭ごなしに同じ内容の説教を何度も繰り返すのをやめれば。のび太がいつまでも同じことをするのが悪い。そうだね。教師が廊下に立たせて授業を受けさせないからでしょう。遅刻と宿題忘れと授業中の居眠り常習犯です。先生は宿題やってきたら褒めるし、100点取ったら喜んでくれるぞ。普段がダメすぎるから厳しくなるのは仕方ないでしょう。先生もよくあんな問題児だらけのクラスを崩壊させないようによく頑張っていると思うわ。コメギャヤンが読んでいるのはクラスメイトから奪った漫画で当然没収され、放課後復習されます。ドラえもんがやる気出せば計算問題と回答の的表示して正解を打ち抜けみたいなアトラクション兼勉強の下地でやるとは思うがな。他は選択問題式でやるしかないが。勉強しろという割に勉強教える気はないからな。今でこそ最悪学校行かなくてもいい、長所を生かそうってなるようになってきてるけど、昔はこれが普通だよね。口うるさいけど、過度な体罰や育児放棄してるわけではないからな。テンプレな昭和の親って感じ。何を言ったりしてあげても無駄だから厳しくなってるだけでしょ。
お金だって湯水のごとくあるわけじゃないし妄想のごとく言うことは立派だけど、打席で何の努力もしないんだから当たりは強くなるわ。ちゃんとした衣食住提供して暴力振るわないんだから立派な親だわ。まあのび太も将来は就業して可愛い妻をめとって子供も儲けているし、心配しなくてもいいんじゃない？タマコは同じタイプだから、さらに劣化したのがのび太。のび太が自分で努力する良い子になって兄に道具に頼ることは良くないと言ってドラえもんがもう大丈夫と思って帰ってしまったら漫画が成り立たなくなるな。でも映画版帰ってきたドラえもんでドラえもんが帰ると聞いてショックで押し入れに引き込むのび太を慰めるパパや、ドラえもんが帰ってきたの知ったら嬉しそうな顔ですぐにおかずを一つ増やすママは好きやろ。一話の両親はめちゃくちゃ甘いんだよな。まあキャラがまだ固まってなかっただけなんだろうけど、子供がダメになる一番の理由は甘やかすことより親からの指令のジレンマだからね。ドラえもんが最初に食べて感動したのもドラ焼きじゃなくてお餅だったな。あとジャイ子が口も態度も悪くただの女版ジャイアンだった。マジで今の性格になったのはお話の都合なんだな。そもそもの教育方針がないというか、発達っぽいからちゃんと治療を受けさせてやるべきとは思う。説教されるのび太もかわいそうだけど、普段が普段だからパパとママの気持ちも理解できる。控えめに言ってドラえもんがいないと専門の機関なり NPO なりに相談しないと家庭崩壊しかねないなとは思ったことはある。ドラえもんがいるからいいけど。僕はのび太だったって散々答えてるよ。原作の扱いがやたら辛辣なのも自虐的要素が含まれてると見れば納得がいく。遊びならいいのかっていうと、ドラえもんと道具で何か作ったり準備してる時も途中でだれて、あとは頼んだってなるしな。スイッチ入ると徹夜してでも取り組むけど絶望的に集中力がない。まあのび太に勉強させようとするのが間違いではあるが、勉強しないでいいぞっていうのもそれはそれで違うよな。子供にやりたいことを見つけさせるのって不可能だと悟った。親の誘導しないと子供はダメになるわ。適性を見つけてもそれが子供のやりたいこととは限らないから難しい。ドラミちゃんが道具で宿題をクイズブック形式にした時は楽しく終わらせたな。のび太の意思を尊重して甘やかした結果はこちらになります。甘やかすと際限なくつけ上がってダメになるからケツを蹴らないといけないけど、それはそれでやる気をなくすから良い具合に合いの手入れるドラえもんは本当に必要なロボ剤。このあたりはさすがに話の都合だから仕方ない。のび太が学校で評価される人間になったり、射撃あやとりの才能を世間に評価されるとドラえもんの物語は破綻してしまうからね。あれだけへりくつこねられる脳があるならうまく融合すればめちゃくちゃ有能に育てられるんやと感じる時はそこそこある。まあ一種の思考実験よな。現実の子供使ってはできないし。だから未来ではいい親父になるために努力してるわけだし、多分全てが無駄というわけではなく、のび太はすぐ忘れるだけで思い出せば糧にできる人間だと思うな。父親になったのび太が自分が子供の頃怠けたから、息子には自分と同じようになってほしくないからたまにガツンと言ってしまうとか、自分が親になってあの時親がガミガミ言っていたのかわかる気がするって今ののび太とドラえもんに対して言ってるしな。自分の能力の限界を見極めて無理な部分は人に頼ろうとすること自体はそう悪いことではない。むしろ社会に出たら無理に抱え込んで潰れられても困るから大切なことではあるだろう。こんなの無理だよドラえもん、丸々な道具出して。というのも自分の能力が届かないところを見極めてそれが埋められたらあとは自分でやるってことだからな。詳細はあるよなのび太。会社経営を数年間やれてたし、就職できないから自分で会社を立ち上げる行動力がすごいし、会社が丸焼けになったのが1993年で潰れたのが1995年、つまり丸焼け事件から2年は持たせてるんだからかなりやり手だったのかも。それなりに生きてわかったけど、いじめられたら人に泣きつけるのってマジで大事な才能だと思うわ。その上できっちり仕返ししたいときは自分でやれる道具を願うしな。丸焼け自体は花火が原因っぽいから詳細動向じゃないしな。そもそも50年前に連載開始されて30年前に連載終了したギャグ漫画だから
現代の教育のあれそれとそぐわないところあって当然だわな。説教はするけど生活を過度に束縛するどころか割と自由にさせてるから放任主義気味ではあるんでないかな。まあガチガチに部屋に縛りつけて勉強強いてもドラえもんに泣きついて逃げそうだが、人の言うことを聞かないってのは表現を変えれば人にコントロールされないってことだから、誰かの働きかけで伸びたが気持ちを変えることはなさそう。でも他者の心をおもんばかることはできるから、伸びたには命令するんじゃなくていろんなことを体験させるのがやる気を出すきっかけに良いと思う。正しくドラえもんの領分だねそれは。そう考えるとドラえもんって子守ロボに不適格とかよく言われるけど、のび太の成長には欠かせない要素。道具で生きりモードに入ると動物いじめたり、静香ちゃんに嫌がらせしたりするから前世は高くない。実はママは頭が良すぎて逆に他人に勉強を教えるのが下手説、何が理解できないのかわからない、とか言いそう。そのシーンは単なるのろけでパパの運動神経は壊滅的だし、ママの学力もあんまり高くないぞ。パパはダサいあるけどのび太の絵を見て早々に諦めてるし。むしろセミプロレベルの才能があるから、息子にダサいがないのを嫌というほどわかっちゃうし。のび太の絵を見て、嘘をつくのは嫌だし、本当のことを言えば傷つけくし、って嘆いてるからな。ギャグ漫画だからを除いてものび太の能力って現実の人間に当てはめるとぶっ壊れクソピーキーだから別の意味で境界性知能とかでもなんでもない。うまくいくと調子に乗る、うまくいかないと集中力が切れる、人間そんなもんだけどのび太は極端だから、だからこそ近い距離感で接してくれてストッパーやモチベーターになってくれるドラえもんがのび太に必要なんだよね。ドラえもん自身も落ちこぼれなところがあったから長い目で見てくれるし。